ブルーミングデイズ。日々これ良き日。Interest in bloom。秋になるとどこからともなく漂ってくる金木犀の香り。この香りを嗅ぐと幸せな気分になる方も多いのではないでしょうか。関東地方ではすでに時期が終わってしまったようですが、関西ではちょうど今開花しているようです。今回のインタレストインブルームでは、秋の香り、金木犀について調べてみました。金木犀は木犀科木犀属に属する常緑小香木で、春に咲く人長毛、初夏に咲く口なしとともに三大香木とされ、甘く強烈な花の芳香が特徴です。また風水の考えでは金運を招く木とされており、庭植えとして人気のほか、生け垣、記念樹、鉢植えなどに幅広く利用されています。金木犀という名前の由来は、樹皮が動物のサイの足に似ているため、中国で木犀と名付けられ、金木犀の白い花色に対して桃紅色の花を金色に見立てて金木犀と呼ばれたそうです。この木犀属は秋から初冬にかけて常緑の枝いっぱいに四辺の小花をつける小香木、または香木で、世界に約20種、日本にはヒイラギ、シマ木犀、琉球木犀など7、8種が寒冷地を除く温暖地から亜熱帯域にかけて自生しています。原産国の中国、日本ともに開花は9月下旬から10月にかけて、南方に行くほど開花は遅れ、近年の中国桂林では10月中旬および11月上旬に2度咲くと言われています。同じ日本でも南に行くに従い開花は遅くなる傾向があり、2年前の観察では関東と九州では満開の日程に約1ヶ月の違いがあったそうです。多くの日本人が秋の到来を認識するほど秋の花として知られている金木犀ですが、意外にもヨーロッパでは植物園や趣味で植えているごく一部の人を除き、あまり知られてはいません。昔はこの香りは強烈すぎてあまり好まれず、アジア人の好む香りと長年言われていたようです。最近になりアジアブームに乗って木を庭に植えたり、アロマオイルとして金木犀の精油を使う人も増えてきました。ところで、日本でもこの金木犀の香りを苦手とする人がいます。はっきりとした理由は分かっていませんが、おそらく金木犀の香りに含まれるベータデカラクトンという成分が影響しているのではないかと言っている専門家もいます。この成分はアブなど一部の昆虫を除き、多くの昆虫を寄せ付けない効果があり、花の香りがおおむね昆虫を誘引する目的であることを考えると、かなり不思議な現象と言えます。この金木犀、中国原産で江戸時代初期に岡部の実が渡来し、全国に挿し木で増やされたと言われています。原産国の中国では実がつく金木犀を見ることができますが、日本全国にあるすべての金木犀は1本の岡部から1クローンで増えたため、実がつくことはありません。
多くの先人が過去に何度もメカブを持ち込み、実がつく金木犀の栽培を試みましたが、どういうわけか皆お株に変わってしまい、科学技術の発達した現在でもその理由が分かっていません。私たちが知っているオレンジ色の金木犀とは別に、日本では同じ金木犀と呼ばれていた日本原産の木があります。正式には薄木木犀という樹木で、熊本県や鹿児島県の自然林に多く自生し、九州、とりわけ熊本県近辺ではこれを金木犀と呼んでいました。九州地方に自生していた薄木木犀の栽培種はその後西日本を中心に植栽されていき、静岡県の三嶋大社の境内には樹齢1200年の三嶋大社の金木犀が残っています。金木犀と名前がついていますが、ここでいう金木犀は薄木木犀のこと。実が実らない金木犀と違い、薄木木犀は日本に雄株と雌株があり、花のあと翌年の初夏にかけて実を結ぶのが大きな特徴です。現在日本にある金木犀はこの薄木木犀が日本国内で変異した新種という説もあります。金木犀の仲間にはこの薄木木犀の他に銀木犀があります。金木犀は銀木犀の変種と言われていて、9月下旬から10月頃にオレンジ色の花が密集して咲く金木犀に対し、銀木犀は金木犀の咲き始めよりは遅い10月頃に白い花で、花の数は少なく小枝の先端に一つずつ花を咲かせます。その他銀木犀とヒイラギの雑種と言われるヒイラギ木犀もあります。下枝が枯れにくく管理もしやすいため、防犯も兼ねて住宅やマンションの垣根に用いられることも多い木です。今回は秋の風物詩として日本には馴染み深い金木犀を取り上げましたが、意外にも開花の時期は限られ見ごろも数日です。来年は事前に見ごろの時期を調べて、地域の公園や大木があるお寺や神社などを巡ったり、散策しながら他の秋の花とも一緒に楽しむといったことも試してみてはいかがでしょうか。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。